ロシアの画家でポストカードデザイナーでもあるエリザベータビョームがデザインしたポストカード1887年発表。大きな株を背景にして8つの場面を描いたシルエット画がコラージュ風に散りばめられている。株の根の部分は物語解説用スペースの役割も果たしている。詳細不明。1917年より前の作。株を皇帝の首になぞらえた。 ロシアの風刺が1917年の作。大きな株の演劇を披露するアゼルバイジャンの子供たち。大きな株はロシアの民話の一つであり、童話である。大きく育った株をみんなの力を合わせて引き抜くという話で、情語によって話が累積的に展開する。ロシア語は英語で言うところのターニップ。日本語の株にあたる油な属の野菜のことで、 本作を英語では巨大な株を意味するザ・ジャイアント・ターニップ、ザ・ギガンティック・ターニップ、ザイ・ノーマス・ターニップなどという名で呼んでいる。日本語名はこれを意訳したものである。もっとも、言語は、アブラナ族の原種である野草、ブラッシュからパのことで、幸い品種である株のことではないという。アレクサンドル・アファナーシェフが編纂したロシア民和集州に収められているほか、 コンスタンティン・ドミートリビッチ・ウシンスキーやアレクセイ、ニコライビッチ・トルストイらによる、採話物が知られている。ロシア語の原文は全文を通して、言葉が持つリズムを重視しており、とりわけ以下の情語がリズミカルな掛け声の繰り返しとして、印象深く使われている。トヤトナット・ピー、トヤトナット・ビトジ・ナタジ・エヌ、ムト・英語医薬、ゼイアレ・プリング・アンド・プリング、バット・キャン・ノット・プルイト、 ザターニップアウト。日本語直訳。引っ張って引っ張って、でも抜くことができませんでした。これは、手助けするものが加わって、株を引っ張るたびに反復されるフレーズであるが、日本語では翻訳家内田理砂子が、うんと古書、どっこい書と書き換え、この形で定着した。登場人物が一人加わるたびに、ネズミが猫を、猫が犬を、というように列の交尾から前へ、 順に登場人物を列挙していく面白さが幼い子供たちを楽しませる。ロシアでは栄養豊富な株は古くから食されてきた野菜である。この昔話には株の持つエネルギーを子供に授けたいという呪術的な意味も込められているようだ。おじいさんが一粒の株の種を植えた。すると大きな大きな株ができた。おじいさんは株を掴んで引っ張ったが抜けない。 そこでおじいさんはおばあさんを呼んだ。おばあさんがおじいさんをつかみ、おじいさんが株をつかんで引っ張ったが、株を抜くことはできない。そこでおばあさんが孫娘を呼び、孫娘がおばあさんを、おばあさんがおじいさんを、おじいさんが株をつかんで引っ張ったが、株は抜けない。そこで孫娘が犬を呼んだ。犬が孫娘を、孫娘がおばあさんを、おばあさんがおじいさんを、 おじいさんが株をつかんで引っ張ったが株は抜けないそこで犬が猫を呼んだ猫が犬を犬が孫娘を孫娘がおばあさんをおばあさんがおじいさんをおじいさんが株をつかんで引っ張ったそれでも株は抜けないそこで猫がネズミを呼んだネズミが猫を猫が犬を犬が孫娘を孫娘がおばあさんをおばあさんがおじいさんを おじいさんが株を掴んで引っ張った。すると株が抜けた。採和者によって内容に違いがある。最初の採和者、アレクサンドル・アファナーシェフのものは一本足が登場する。採和者の一人であるオンチュコーフの編纂したものでは株はネズミがかじったことによって抜ける。美術分野の二次創作物としてはエイトルストイの採和物にニーアム・シャーキーが差し絵を寄せた。 アメリカの絵本ザギガンティックターニップが世界的に広く知られている。1910年刊行で出版社はタートルバックブックス。日本ではエートルストイの際和物を内田理サ子が日本語に訳し彫刻家佐藤忠義が挿絵を寄せた1962年6月20日刊行の絵本福音館書店版大きな株がベストセラーとなっており。 世代を超えて広く普及している。差し絵の原画は宮城県美術館内の佐藤忠義記念館が所蔵している。また、宮城県立子供病院の依頼を受けて佐藤忠義が2003年に制作したブロンズセーレリーフの二次創作作品大きな株が同病院に展示されている。音楽分野の二次創作物として日本ではこの物語をもとにした動揺が 複数存在し、中でも、いがらしひろし、長澤さわ中野とし、などによるものが有名である。また、日本のミュージシャン、O.H. えちの楽曲アルバム、うんとこしょどっこいしょにも収録されており、当アルバムタイトルは童話、は、大きな株の劇中の掛け声から取ったものである。ありがとうございます。